東津萌え米某姫は、台湾の兵東県、東港賃の米をモチーフとした、マスコットキャラクター保姫による萌え米プロジェクトと、メディアミックス作品の総称。東津は、東港賃の古い地名で、津は港を意味する。台湾の国立兵東鍵大学のアセジーサークル、台湾陛下大音、ゲーマン剣者を前進とし、高都市少女などをヒットさせた。 キホ創医者と現地の稲作団体のコラボレーションで生み出され、キホ創いの他の県内ご当地キャラクター3種と合わせて、平東四天皇、あるいは平東四宝と呼ばれている。ホヒメは台湾の水筒従来種、高尾139を日本の絹光と掛け合わせた品種改良によってできた、品種改良ブランド米、高尾145のマスコットキャラクターの総称。 実物に準拠して、日本人の父と台湾人の母の間に生まれた、設定となっている。稲の成長段階ごとに、以下の3種のモードがある。1月10日生まれのヤギ座、血液型が、A 型は共通設定。苗苗は、苗状態のキャラクター。身長15センチメートル、プランター込みの体重6.5キログラム UFO は稲穂に、成長した状態のキャラクター。 身長 100cm、1000粒での体重 40kg、白米は、精米状態のキャラクター。身長 0.6cm、体重 0.026g ストーリア、遊戯工作者との合作による2016年リリースの、Windows 用恋愛シミュレーションかつ、育成シミュレーションゲーム。当初は中国語のみ、対応のパッケージ版だったが、 スティームのグリーンライトにて配信版リリースも実現し、その後の拡張パックで日本語に対応した。ゲーム版では、蒸気主要キャラの他に、中二病、ツンデレ、メイド、修道所などの派生モード設定がなされている。クリップとオツモえベーライトノベルが販売された東立。 出版社のブース内のほ姫看板 ISBN9 兆7898億6482万 6315ISBN9 兆7898億6486万5840ありがとうございます。